マルカフェニックスは日本の競争馬。主な勝ち倉は2008年阪神カップ、2010年スワンステークス。名前の由来はカンムリ市長。2月の阪神の新馬戦デビューで3着。その後5戦して5着、6着、4着、3着、3着で、あと一歩で勝てなかった。初勝利は7月の小倉戦の芝戦2 0 0メートルで一番人気に、 答えての勝利だった。その後5ヶ月の休養を挟んで、暮れの中京、阪神でに連勝した。年明けの京都の新春ステークスに勝利して、オープン入り。しかし、初重賞となった、阪急杯は5位入選も、最後の直線走路で急に外側に車行し、ペールギュートとの進路を妨害したため12着に降着となった。その後、高松の宮記念、マイラーズカップは、 それぞれ9着、12着となり準オープンに高級した。準オープンを2戦して、北九州記念で2着に入り再びオープン入り。そして呉の阪神カップで8番人気ながら、重賞初勝利となった。スワンステークスの3着が最高で未勝利だった。春の KO 杯スプリングカップで2着となり、調子が上がってきて、そしてスワンステークスで2年ぶりに勝利した。 しかしマイルチャンピオンシップ出走直前で、クッケン炎を発症して、長期休養に入った。そして2012年2月26日の半球杯で、復帰。中段追走も、直線で伸びず11着に終わる。4月22日のマイラーズカップでは、中段で待機したが、直線では全く伸びず17着に敗れた。2012年5月6日付で、 日本中央競馬会の競争馬登録を抹消された。ありがとうございます。